した山の姿、地殻変動によって動いた痕跡も。パッてちゃんと見ます。乗りたい。すっごいカードになりましたね。駐車は明日埼玉スタジアムで午後1時5分キックオフ。ここまでスポーツでした。では次行きましょう。続いてはチェックビジネスです。半世紀ぶりの国産旅客機として三菱航空機が開発を進めている MRJ の2号機、国内での飛行試験を行うため昨日愛知県の県営名古屋空港を離陸し、計画では同じ空港に戻る予定でした。しかし単なる萌えになってしまって、あの怪しい魅力が全て失われてるといった声が上がっていました。怪しい魅力。僕は画面向かって左側に行くようですね。あ、目困りが、ちょっと困った感じ。では気象でも行きましょう。三宅さんです。はい、こんばんは。さあ今日は爽やかな秋晴れとなりましたね。はい、明日もですね、高気圧に覆われまして秋晴れ続きそうなんです。ただ日曜日になりますと20度前後ということで、こちらは長袖1枚で快適な秋となりそうですね。そして今空気が乾燥してきています。乾燥注意報も広く出ています。この土日バーベキューとかされる方もいらっしゃるかもしれません。東北では芋煮会のシーズンでもありますのでね、乾燥注意報が十分に見つけてください。そうですね。では各地の詳しい天気を見ていきます。九州沖縄地方です。九州は北部ほど晴れる見込みです。那覇は昼過ぎから夕方にかけて雨や雷雨となるでしょう。中国地方です。すっきり晴れる見込みです。朝はひんやりとしますが、日中は汗ばむ陽気となりそうです。近畿地方です。一日を通して穏やかに晴れるでしょう。東海北陸地方です。晴れて日